もしかしたらクエストなのかもしれないし。キリト君、見つかった？見つからないね。でもこれだけ探したら何か出てきてもいいと思うんだけど。キリト君、もしかしたら。よーし、それなら行ってみよう。
ど。それよりこの敵が持ってたアイテム、大きな石像だね。すっごくリアルな剣士だよね。今にも動き出しそうな感じ。やっぱりこれはあの台座の。でも一体だけだとなんか寂しいね。あ、そうか、もう一体がこっちに立っていればちょうどいいもんね。この辺りは随分探したよね。そっか、そうかもね。他のエリアか。出して。言うべきりげんまん、嘘ついたら針千本のます。言うべきった。うん、でも私はすっごく楽しかったよ。
キリト。シノンさん、お先にどうぞ。私は後でいいわ。じゃあ、これから強化素材集めに付き合ってほしいんだけど、キリト君暇かなって。私も強化素材を集めようと思ってたのよ。一人じゃ辛いからキリトに付き合ってもらおうかと。シノンさんがいいなら私はいいけど。私もそれで構わないわ。一緒に行きましょう。さすがに3人だと早いね。ドロップ率も高いし、目的のアイテムもあっという間に集まっちゃった。かなり降ってきたわね。どうする？町へ戻る？賛成。そうと決まったらさっさと移動しちゃおう。このままじゃずぶ濡れになっちゃう。ありがとうってキリト君、いきなり服脱ぎ出してどうしたの？そんなこと言われても、服が乾くまで着てる服がないよ。でも確かに濡れたままだと体にいい影響はなさそうね。じゃあ、あそこの岩場の鍵に。油断は禁物だから、お互いに目の届くところにいましょう。けど、でも濡れてるものを脱いでスッキリはしましたよね。そうね。あとは雨が上がるのを待つだけかな。
シノンさん、私何か変ですか？別に、何でもないわ。何でもないって、そんな感じじゃないですよね。ねえ、キリト君。普段は気にしてなかったけど、リーファって大きいなってちょっと驚いてたのよ。え？何が？って、胸のこと？だから何でもないって言ったのに。ちょっと寒くない？ねえ、もう少し近づいていい？人に密着すると暖かいじゃない。このままじゃ寒いから、もうちょっとくっつかせてもらおうかなって。そんな格好でお兄さんにくっつく方が問題あると思うけど。シノンさんこそ、そんな恋人でもないのに。これ、何？怪しいな。これほとんど真っ黒だけど、焦げてない？本当にちゃんと食べられる？分かったわ。それじゃ思い切って。意外と美味しい。ハーブみたいないい香りがする。Thank you.
がいいのね。変なの。三人揃って裸みたいな格好でご飯食べることになるなんて。さすがにこの展開は予想していなかったわ。これはこれで珍しい体験だし、面白いけど。ねえ、シノンさん。提案なんですけど、まだ寒いなら、仲良く半分こしませんか？半分こ？いい提案ね。そうね。そうしましょう。キリト君の腕、あったかーい。これでちょっと寒さをしのげそうね。これならキリト君も暖かいかな。三人とも寒い思いをしないなら、それが一番よね。乾いたし、これでようやく帰れるわ。シノンさんとキリト君のおかげで暖かく過ごせて助かりました。ありがとう、シノンさん。どういたしまして。こちらこそ助かったわ。せっかくだからまた三人でどこかへ行きたいわね。そうですね。ぜひ行きたいです。ねえ、キリト君も行くでしょ？